ボルボ V70 はスウェーデンの自動車メーカー、ボルボカーズが製造、販売していたステーションワゴンである。初代モデルは1996年にボルボ850の後継者で、エクステリアはそのまま850のものを引き継いだ。初代2代目はその完成度の高さから中古車市場では根強い人気を保っている。2017年に2月で発売終了。 後継者は、ボルボ V90。クロスカントリータイプについては、ボルボ XC70 を参照。リア1996年に登場。850の後継者として、マイナーチェンジした上で70シリーズに名称変更となり、セダンは S70。それまでエステートと呼ばれていた、ステーションワゴンモデルが、多彩、多様性などの意味を持つ、バースティロティのイニシャルを取り、 ボルト70と呼ばれることになった。850から大きく変わったのはフロント周りのデザインであるが、内装も従来の質木な印象のものから、曲線やウッドパネルを多用した高級感のある仕様にグレードアップされている。基本メカニズムは850よび S70 と同じだが、V72 のみ、ボルボ発の四輪駆動モデル、オーが設定され、年月には、 ボルボ創立70周年を記念した V70R オードが登場。10月には車高をアップしてアクロ創破性を向上させた V70XC オードも設定されている。ワゴンとセダンのモデルが存在した。スウェーデンのほか、ベルギーやカナダの工場でも生産された。サイドガソリンディーゼルガス1999年に2代目へとフルモデルチェンジされた。 初代8バイト系は850時代を含め8年間、V70 となってから2年強というボレボとしては、異例に短い生産期間で終わることになった。2代目 SB 系は、車体寸法を拡大、イギリス人デザイナーのピーター・ハーブリーによる、側面症突時の安全性も考慮された丸みを帯びた、抑揚の強いスタイルが与えられ、従来の700、900、 850系の角張ったデザインとは大きく、趣きを変えたスタイリングは物議を醸し出した。ハーブリー曰くスタイリングのコンセプトは、スポーツカーのフロントに、ワゴンのリアを結合させたもの。日本では2000年から2007年まで、ボルボカーズジャパンの主力車種として販売された。外寸拡大に比例して、室内空間や、ラゲージスペースは大幅に拡大された。装備水準は、極めて高く、 インパネやドアトリムにはほぼ全面にソフトパッドがおごられたり、カーペットも毛足の長いものが装備されたり、ドアトリムも先代の弱点であった生地の浮きもほとんど発生しなくなった。その一方で、スペアタイヤは応急用となるなど多少コストダウンした部分もある。エンジンは全車に直列後気筒エンジンを搭載し、ベースグレードの2.4リットル長140馬力。 最大力22.9キロ、2.4の2.4リットル長170馬力、最大トルク23.5キロ、2.4t の2.4リットルターボが200馬力、最大トルク29.1キロ、オードと2.5の2.5リットルターボが209馬力、最大トルク32.6キロ、t-5 の2.3リットルターボが250馬力、最大トルク33.7キロ、 そして V70R 用の2.5リットルハイプレッシャーターボエンジンが300馬力、最大トルク40.8キロとなる。初代 S80、初代 S60XC90 は同じプラットフォームの派生車である。生産はスウェーデン・ベルギーにある工場で行われた。モデルライフサイクル短縮とデザインポリシーの大幅な軌道修正は、ボルボが1998年に フォードの参加に入ったことによる、フォード主導による開発販売方針、デザイナーをはじめとする設計陣の入れ替え、という背景がある。2004年10月にマイナーチェンジを実施し、外装前後のモールがカラード化されたり、センターコンソールなどが改良された。ただしヘッドライトは前期型のガラスレンズから後期型は樹脂レンズを採用したため後期は、 経年変化による黄ばみが目立つという欠点を持つ DSTC も全車に標準装備された2006年モデルへのマイナーチェンジで全車にルーフレールを標準装備したほかエントリーモデルの2.4はウッドパネルやアルミホイールを標準装備化オードのシステムをプレチャージ式電子制御オードに変更した新色も含めて全15色のボディカラーを設定また V70R を カタログモデルとした。最終型では、ウィンカー内蔵型ドアミラーとディスチャージヘッドランプ、その他の装備を全車標準装備とした。また走行中、四角に他車が存在することを運転手に警告等で知らせるブリスを R に採用している。2008年3月に本販売終了。V70 は2007年2月に3代目へとフルモデルチェンジされた。 全長全幅全高イコール4 8 2 5 × 1 8 9 0ミ5 4 5ト、mm、ルと、さらに一回り大きくなったボディには2.5リットル直列5気筒ターボに加え、四輪駆動車には V70 初となる世界的にも珍しい横置きの直列6気筒エンジンが搭載されることになった。日本市場における 当初の販売価格もベーシックな2.5トルで498万円、上級グレードの T-6 テオード 4WD で770万円と、大幅に上昇した。2008年5月小変更で 2.5T と 3.2SE にレザーシートや、ハイパフォーマンスオーディオを標準とし、また全モデルにメタリックパール塗装や、サービスパスポートもついた。年月スポーティな予想を持つ。 R デザインが新設定。2009年7月マイナーチェンジが行われ、フロントグリルに大型化されたアイアンマークが採用された2.5リットル直列5気筒ターボエンジンに改良が施され、最高出力で 231PS、最大トルク 34.7kg と約16%アップとしながら、燃費は 9.5kmL と約10%向上されている。 また、新たにエントリーグレード、ノルディックが追加されたほか、グレードの整理が行われ、直列6気筒エンジン車は、ターボエンジンの王道駆動を持つ T-6 手に統一。2010年7月小変更により、3.0リットルの直列6気筒ターボエンジンが改良により、エンジン出力が304馬力、最大トルク4 4 9キログラムへと大幅にパワーアップしたほか、 燃費性能向上の両立が図られた。これにより、2010年度燃費基準プラス5%を達成している。また、安全性能も向上され左右リアヘッドレストに、前席よりスイッチ一つで作動する、ワンタッチ前方加工式が採用された。2011年2月マイナーチェンジ。エンジンが新開発の1.6リットル直列4、気筒直噴 DOHC エンジンを採用した。 エントリーグレード V70 ドライブが追加された。このモデルはエコカー減税対象となる。V70T5SE には、これまた新開発の 2000cc 直噴ターボエンジンが採用された。なお、このマイナーチェンジにより日本向けから直列後、気筒エンジンは消滅。さらに、追突事故を防止する自動ブレーキを含む独自の安全技術。 シティセーフティを最上級グレードに標準装備。その他にもオプションで用意された。2011年以降北米での販売を中止された。2012年8月ボルト70ドライブ T4 に解消。この頃から販売の主軸が V40 や V60 に移行してゆく。2013年8月マイナーチェンジで内外装デザインを刷新。また、シティセーフティの作動速度域が 時速 30km から時速 50km に引き上げられ追突回避、軽減フルオートブレーキシステムにサイクリスト検知機能が加わるなど安全性能が向上している。さらに T4 に代わるエントリーグレード T4SE が新たに設定されている2015年7月小変更を実施、装備充実のクラシックを設定。また v 七十のトップグレード、 T6 オードは廃止され、前輪駆動のみのラインナップとなった。2016年、ボルボ V90 が後継者となる。V70 では、最終生産モデルに使用される、クラシックがある。グレードは、T4 クラシック、T5 クラシック2017年2月、ボルボ V90、ボルボ S90 が発表される。これらが、それぞれ V70 と S80 の後継者となり、V70 と、 クロスカントリータイプの XC70 は生産終了となった。スウェーデンの電力会社であるバッテンフォールとの合弁事業で、ボルボは2台の V70 をディーゼル、電気式、プラグインハイブリッド実証車として改造して2009年12月から、ヨーテボリで行動試験が行われている。バッテンフォールは顧客に風力発電や水力発電等の再生可能エネルギーによって、 発電された電力を供給することを試みるなど、この試験は、電気自動車にとって不利な低温環境での経験を積むことを目標としている。V70FEB 試験車は 11.3kWh のリチウムイオン充電池を使用する。テストドライバーの報告によると、V70 プラグインハイブリッド実証車は電気のみの走行で 20km から 30km 走行する。 実証者は運転手が電気やディーゼルエンジンのどちらでもいつでも切り替えられるようにボタンが設置されている。行動試験の第一段階は2010年6月に終了し16家族を含むボルボ、またはバッテンホールの従業員のすべてが1ヶ月間に1、5週間参加した。第2段階は2010年7月から12月までバッテンホールのヨーテボリとストックホルムのすべての 従業員を対象に実施された第一段階で鍵となる以下の要素が見出された。ボルボは2009年に2010年に認証を取得して2012年初頭にディーゼル電気式ハイブリッドの量産に入る予定であることを発表した。ボルボはプラグインハイブリッドはヨーロッパの試験サイクルで 1US ガロンあたり125マイルに達することが可能と主張している。 排気量が 2500cc をわずかに超えたため、同じ2.5リットルでも、年間の自動車税が4万5千円から上がって5万千円になる。ABCD、バテンフォル、ハビング、A プラグ、インハイブリッドアズ・ユア・ファミリー・カー、ホワット・イズ・イ・アクチュアリー・ライク。plugins.com c。Plug like? Pl 2010年9月5日閲覧。pp3 から 4ab。 バルボカーズバッテンフォル2ディベロップニュープラグ、インディーゼル、エレクトリックハイブリッド 3V70 フェブ、デモンストレーターズ、オンザロードディスサマー。グリーンカーコングレス、2009年6月4日閲覧。ブラッド・ベルマン、バルボ V70 プラグ、インハイブリッド。plugincars.com。2010年10月5日閲覧。ABC。 バルボリポーツリアクションスフロムファーストドライバーズオブバルボ V70 プラグインハイブリッド PLUGINCARS.com2010 年10月5日閲覧ジョン・ n w ルッカー、バルボ2ーイン r ロデュースプラグインディーゼルバイ 2012FOX ニュース2009年6月4日閲覧ありがとうございます